悪徳業者ストーリー中山幸子出演大川康樹悪徳業者として歴史に名を残した一人にステファン・ゴールドナーがある。1845年ジョン・フランクリンを隊長とする北極探検隊がイギリス海軍の軍艦2隻で出発した。船には100人を超える乗組員の3年分の食料が積み込まれ、図書室には1200冊の本があった。銀の食器、クリスタルのデキャンタ、暖房完備の居住区、優雅な船旅が約束されているかに見えた。探検の目的は北極海の航路発見だった。いわば氷に閉ざされた海と地図にない多くの島々の隙間を探して船が行き交うことのできる航路を地図に載せることが探検隊の使命だったのである。誰もがどこへ進めば生きて帰れるのかさえ分かっていなかったが、国を挙げてのプロジェクトに間違いはなかった。それから一つの裏切りが発見された。3年分の食料のうちおよそ半分がステファン・ゴールドナーが納入した特許製法の缶詰だったが、実は缶の内部のハンダ付けが極めて雑にされており、鉛が溶け出して有毒の食料になっていたのだ。隊員は探検の初期から鉛中毒で精神と肉体を病むことになった。はじめは貧血や食欲の低下、それから脳障害、末梢神経障害、痙攣、幻覚、さらに缶詰8000個のうち1000個の中身はおがくずや小石、腐った肉だった。出発から2年、探検隊はすでに行方不明と言ってもいい状況だったが、3年分の食料を積み込んでいたという判断でイギリス海軍は捜索隊の派遣を見送った。遺体や遺品の発見によって探検隊の消息が少しずつ分かってきたのは1850年以降だった。2隻の船は氷に閉じ込められて動けなくなり、乗組員らは船を捨てて徒歩で南へ向かった痕跡があった。1859年の夏、キングウィリアム島で探検隊のメモや遺品、そしていくつかの遺体が見つかり、彼らの終焉の場所が判明した。探検隊の生き残りは氷の海を歩き、陸地にたどり着いたところで力尽きたらしかった。一部の遺体は切断され食べられた痕跡があったが、食料になった遺体からさえもステファン・ゴールドナーの特許製法の缶詰から溶け出た鉛が検出されたようだった。